やっと来たわ。はい、どうも七弘です。妖怪ウォッチ2のね、あのタイプレアがもう一向に出ないっていう、あ、タイプレアじゃねえや、違う、タイプレアを、まずはタイプレアお疲れ様でした。大事点が 120% になったということで、激アツって感じなんですけど、その後ね、次の日ぐらいにもう指名手配をね、やろうということをね、企てていたんですけども、まあいろいろややこしいことになっててね、できなかったんですよね。ちなみにその時指名手配妖怪がもういた、腹黒ってやつがいて、そいつを探したのよ。なんだけど2時間ぐらい配信で探して現れなかった。だんだん坂、住宅街、とか地元よ、地元のコンビニの裏とか行ったわ。うん、まあ裏にはいねえか、さすがに。でもね、地元のね、花屋のね、近くにはね、現れるんで、現れたんですよ一回。うん、その花の甘い蜜に誘われてか、カブトムシのね、犯人が現れて、とっ捕まえた記憶があるんで、そこも巡って、でもあと、そよ風ヒルズの氷炭池よ。あそこもぐるーっと回って、あれ2周ぐらいしたかな。その氷炭池の南側の人が走ってるあのジョギングロードね。あそこも見たんだよね。あそこ結構穴だからね。うん、あのだだっ広いところ、特にイベントもないだだっ広い空間で、あそこで探したのにいなかった。で、最もよく指名手配妖怪見かけるだんだん坂にもいなかった。これどういうことってなって、2時間でその日は切り上げたんですよ。いや、明らかおかしいからね。うん、夜も朝もいないって言って、とにかくいなかったんですよその日は。で、切り上げて、うん、じゃあちょっと個人的に探しとくわつって、その日は終えたんだよね。で、その時の指名手配妖怪の情報が2051年の、7月運日まで逃走してるよっていう情報だったんですよ。で、そのソフトをいじっていた本体の方の年数がね、2014年だったんですよ。だから離れすぎてるから出ないんじゃないかみたいな意見もあって、で、そもそもこの指名手配妖怪が2051年まで逃亡できる状態になってるってことは、2051年の 3DS が本体があるんですよね。で、あるんですよ。じゃあそれでやったらすぐ捕まえられるじゃんってことなんだけど、それはね、 3DS PC とつないでもね、もうノーシグナルのね、お祭りが始まっちゃって、配信どころじゃないんだよね。だから2051年になってる本体の方はほっといて、2014年の方の 3DS で指名手配を捕まえようとしてたんですよ。だけど失敗に終わったと。で、その2051年の日付になってる本体に、まあ、真打ち差し直して、腹黒を捕まえようとしたら、もうね、逃亡期間ね、過ぎてた。だから次の日曜日、指名手配妖怪が現れるのって毎週日曜日だから、次の日曜日まで待って、新しい指名手配妖怪をね、現れるのを待ちましたね。だから妖魔界で初めてなんじゃないかな。腹黒あいつ時効で逃げ切りましたよ。捕まえる側が世界の時間をいじったばっかりにね、完全に逃げ切られましたね。これは悔しい。もう腹黒のね、指名手配のポスターは剥がされ、新しい妖怪に入れ替わって、まあクロニャンだったんですけど、その妖怪は無事にね、浜辺で捕まえることができましたね。で、捕まえて次の指名手配が現れてない状態になってるじゃないですか、画面が。じゃあここで次こっちの 3DS で日曜日を迎えた時に新しい指名手配妖怪出るじゃん、じゃあ配信できるじゃんってなったんですよ。これ完璧な算段でしょ。でもね、現れなかった。こっちの 3DS で待てど待てど、次の妖怪が現れない。小与田さんもこの町は平和ですぞいとか言って、すっかりもう桜に歌うの平和ボケしてたんだよね。ああ、もうだから俺やり、なんか真打ち入れ替え差し替えすぎて、もうぶっ壊したと思ったんだよね。こちら側が時間をいじりすぎて、もう指名手配妖怪たちがもう時間、時と時の狭間に閉じ込められて、もうこちら側から見えないし、彼らもまあ、まあ言ったら逃げ切った状態になる。だから30体ぐらい逃げ切り成功みたいなことを想像したんですけどね、全然違ったわ。もう大穴、今考えたらアホすぎだろっていう大穴を見落としてた。見に行きましょう。この配信は腹黒を捕まえようとしている配信のアーカイブですね。いねえぞ、おい。約、まあ1時間。腹黒だよな。一応その、日記書いとくよ、ここで。いい、出してくれよ。ということで、気づきましたか。2014年2月13日、真打ち発売前です。なんなら、妖怪ウォッチ2発売前です。発売前はまだ罪を犯してないから、この子たち。何をやっちょる。うーわ、もう大穴なんですけど、これマジで。なんで気づかなかった、本当に。夜か昼かとか、ここならいるんじゃないかっていう、そういう意見いっぱい出てたの、この配信。で、俺も、ああ、こっちならいるかなって探し回ったけど、そもそも全員、
全員が全員彼らが罪を犯した前提で話したけど、まだこの時彼らは罪を犯してない。そりゃあ御用座さんのところにも指名手配妖怪の情報は垂れ込みませんよね。だって犯罪起きてないんだもん。いやーもうなんだよそりゃ。でいるんですよ、いるの。ちょ今からつなぎ直すわ。なんでこの動画撮ろうかってなったかっていうと、現れたからなんですよ。指名手配妖怪の捕獲配信をやっていくよというね、この報告ですよ。このアホらしい、このアーカイブは消したいですね。消したいね。これはもうね、犯人がいない世界で俺は万引き G メンをやってたのか。久々にこの 3DS のなんだ 3DS PC に移すソフト立ち上げたね。見ていきましょう。新しい指名手配妖怪の垂れ込みが入ったぞ。逃亡中の妖怪の名前は深爪小僧。深く切りすぎた爪を爪楊枝でチクチクした罪で逃走中だ。うわ、いった。うわ、想像だけでも被害こもったわ。絶対捕まえよう。弱。指名手配妖怪ね、そう、弱いんですよね。だから配信とかほんとすげえ一瞬で終わると思うぜ。というところでですね。7月26日？違うわ。違う。こっちの本体では7月20だから。もう、時いじりすぎて偉くなってるわ。今日は9月の16ね。はい。いつやるか。今日もやってもいいな。今日やろう。早速。うん。そうよ。こんな犯人、ね、一日もほったらかしといたらいかんわ。さあ行くのだな、七広捜査官。この町の平和を守るために。ということで、1週間に1回の犯人探し、指名手配妖怪を捕獲する大作戦、まあ、ここから約1年で、ね、続いていくわけですね。いや、現在7匹ですね。何体いるんだ。全部で何体かちょっと分かんないけど、約1年かかるんだって。確か、丸1年かかる設定でできてるんじゃなかったっけ、こういうのって。こっからやったら、7週分はもう捕まえてるから、来年の7月に終わるんですかね。はい、捕まえていきますか。なんていうのこれ、さ、左下、だんだん坂、戦闘前、空き地、基地かな、御用だ。2051年の 3DS はちなみに2051年になってるんだ。あ、それも見てもらおうか。2051年の7月16日12時54分というところで、相変わらず時代の最先端を行く DS となっております。これはそのままにしとこう。これはもういじらん。2051年の時空を歩んでもらおう。2051年、日本はどうなってるんだろうね。未来予想しとくか。2051年、ゲームの世界は 4DS の発売に人々がワクワクしているとかね。